テロと準備罪をめぐって今月中の衆議院通過を目指して組んだ与党側の審議日程に早くもズレが生じています。与党側は審議入り早々から苦境に立たされています。中継です。はい。自民党の竹下国対委員長はこの後、野党各党を回って法務委員会を再開するようお詫び案件をすることにしています。 おアびアンギャはテロ等準備罪の審議入りを前に民法改正案の扱いをめぐって、昨日、与野党の主張がぶつかり、自民党の理事が机を叩いて退席したことが原因です。与党側としては本来、今日の法務委員会で民法改正案を採決し、11日からテロ等準備罪の実質審議入りを目指していましたが、厳しい情勢です。 この背景には自民党の国会対策をめぐって竹下委員長と前の国対委員長だった佐藤議員委員長との意見のすれ違いがありますある自民党幹部は法務委員会の運営をめぐって自民党国対を飛び越して佐藤議員委員長が口を出してくるなどと不満を漏らしています自民党国対と佐藤議員委員長との溝は見た目以上に深く今後の国会運営への影響は避けられそうにありません